ダンジョンっていう割にあまりマナを感じないわね。ダンジョンの中でもかなり古いもんだ。時間が経って枯れちまってるんだ。だが生きてるトラップ魔法なんかもある。ボケっとしてたらやられるぞ。闇団長はここ来たことあるんすか？昔ちょっとな。どういうこと？
団長と同じ名前よ。俺に聞かれても。まさか何か。団長、俺たち入りましょう。何のつもりだ、やんのか。ちょ、俺はやんないよ。援護するわ、アスター。いいぜ、力ずくも嫌いじゃねえしな。行くわよ。うっさらー。まだ行ける。これほどけ、ぶっ殺すぞ。つえー、二人がかりでやっとかよ。やっぱり団長なのかしら、この若さでこれだけ強いんだし。ねえ、本当に連れて帰るの？このガキがヤミさんだってのか、こら！あの状況からしてそうとしか。こんなクソガキがあのヤミさんだと！取り押さえて連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ。え、そんなに強いの？ねえ、僕ともやらない？ねえ坊や、嘘つかない方がいいわよ。酒くせえな、離れろ。おい、トサカ野郎、さっきから聞いてりゃてめえ喧嘩売ってんのか。お前こそヤミさんを語りやがって、ただで済むと思ってんのか。ええ、やろうよ。ちょっと、皆さん落ち着きましょうよ。おいチビ、これほどけ。なんだかわかんねえな。売られた喧嘩だ、買ってやる。ジョータ、てめえが勝ったらヤミさんだと認めてやる。表に出ろよ。よし、やるぞ。面白くなりそう。ああ、行っちゃった。ゴーシュは行かないの？マリーの写真を見るので忙しい。チャーミーは？おかわりだ。ふしゅー。いいか、ルールは錦模擬戦闘だ。フィールドに置かれた自分らのクリスタルキャリアを先に目的地まで持っていく。または最終的に相手より目的地に近づけた方が勝ちだ。分かったか。何でもいいぜ、トサカヤンキー。負けないぞ。しょうがないわね、味方してあげるわよ。じゃあ私はマグナの方に入るわね。なんでこんなことに。勝負。今よ。やろうよ。邪魔するぞ。もう行って。
せ。ここは通さ。俺は諦めねえ。俺の勝ちだ。思い知ったか、登坂野郎。それなんだろよ。お前ら俺のことを知ってるのか。あとさん付けとか団長ってのは言ってんの。ああ、それはトラップ魔法で若返りだと。